が最近どっちのライの方がものすごく得意で苦手だっていうところまで出てきた場合は、それはねちょっとね一旦、はい、こんにちは、フジサンブルグです。ちょっとしばらくこうドローボール専門チャンネルとか言いながら、こうドローボールはこうやったら打てるよ、ああしたら打ちやすくなりますよみたいなのを、まあ、続けてやってきたんですけどね。でちょっとねこう気をつけていただきたいのは、ドローボールっていうとあのクラブがイメージとしては水平よりもレベルですねよりもこうちょっと右肩が下がってるんじゃないのっていう方が、まあ、いわばインサイドアウトのイメージが取りやすいわけなんですね。で、あのね、ここで一つ、これはね、まあ、弊害だと言ってもいいんですけど、そのうち現場でちゃんとやるんですけど、ちゃんとやるっていうのは、まあ、コースでね、あの、やります。はい、で、その前にですけど、よく人によって、例えばアプローチでもショットでも、アップヒルが得意だとか、ダウンヒルが得意だっていう。ある。うん。出てくるんですね。はい。で、これは、例えばまあ、話を戻すと、ドローボール。持ち球がドローボールの傾向にあるよっていう人は、つま先下がりと。うん。つま先上がりやったら、うん、どっちが得意だと思う？ドローボールが得意な人だろ、うん、ドローボールが得意な人はさ、つま先上がってる方がさ、うん、打ちやすいでって思うか分からんけど、うん、プラマイゼロになるから、うん、つま先下がってる方がドローボールだから。そうだから、あの最近、うん、つま先下がりはすごくうまくいくんやけど、つま先が上がってると、例えばね、はい、つま先上がりの方が右向かないから、うんうん、ね、うん、ボールは返ってくる、はい、でそうするとドローの人って普段から若干もう実は右向いてるよね、うん、だからさらに右向くっていうのが怖いの、はい、でそうするとそんなに右向かないで打ちたいから、うん、でそれでも左に曲げないでおこうと思うと、うん、本能的に切るのよ、はい、だ飛ばないじゃん、つま先上がりから切ったらボールめちゃめちゃ飛ばないじゃん、と飛ばないでしょ、はい、だから苦手意識ができる。でも達也が本当につま先下がりからやったら相殺されて、むしろドローの人ってあんまり下半身切らないから、はい、つま先下がりから下半身止めて、で腕が触れたりなんかすると、もう何やったらフラットのところにつま先の方が楽、そう、うまくいくみたいな本当それが起きてくる。で普段からフェードを打ってる人は全くその逆が起きる。それがあまりにも色濃く出てきた時はもうずれてるんだっていうことをそろそろ気づかないかな。ずれてるっていう、ずれてるっていうのはもう行き過ぎだよね、はいはい、そのドローを打ちたいからって言って本当にこのレベルからちょっとこう右に傾きすぎている、うん、フェードが欲しいからって言ってこうちょっと左に傾いている、はい、まあなかなかこっちに傾いてる人はいないんだけど、うん、まあ後ろのカメラで言っちゃうとドローボールヒッターっていうのは基本的にまっすぐ立っててよ、うん、スタンスはみんなそうだけど、こうスタンスは皆さんねこう、はい、自分の視界に入るよね、うん、でもこの肩の方向って視界に入ってないじゃん、うん、はい、セットアップした時、でもドローボールヒッターの人は足をスクエアに構えたつもりが、実はちょっとこっち右が縮んで左が伸びているっていう、はい、こういう状態ね、はい、ここまでもやったらこれ傾きすぎねんけど、はい、ちょっとこれは分かりやすくやってます、はい、こうなってくるとまあ当たり前やけどこうインサイドアウトの軌道が出てくる、はい、で若干スタンスよりもこっちね、今度左の側屈の方が、アドレスでちょっと左の方が側屈が入ってて縮んでますよっていうアドレスで構えてる人っていうのは、まあ、うん、うん、あのフェーダーっていうかね、はい、うん、スライス、はい、フェードヒットをする人やから、まあ有名なのは藤田さんとかね、もう本当に最初からもうめちゃめちゃスライスフェードを狙ってますっていうアドレスから、ね、あの左に振っていくっていうスイングに見えるよね。そういうので自分が最近どっちのライの方が
ものすごく得意で苦手だっていうところまで出てきた場合は、それはねちょっとね一旦ある程度ものにはやっぱり限度があるから、はい、一旦レベルっていう、はい、この水平なんですけどってできる限り水平なんですけどっていうところにもう一度戻す必要がある。そう、そうね、そう、何でもね、なんていうの、お前がドロードロー言うもんで、どんどんこっちに傾いてきたやないかって、もうそろそろなってるんちゃうかなみたいな考え方。それであえて、そう、レベルにもう一度自分を整えなさいっていう回も、これはやっとある必要があるなと思って。レベルでもさ、例えば下半身がオープンで肩クローズですっていうのもレベル、真ん中を取ろうとするさ、方法やったりするやん。そういうのは関係なし、そういうのはそういうので、そういうのは下半身がオープンで、そう、オープンで肩がクローズってこういう状態、そう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 、こっちが縮んでる状態、そう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 、それで、まあ、現場ではもうズレでいいだろう、それをやりがちなんやけど、大体上級者こっちずれるよ。で、そういうレベルの取り方っていうか、総裁の仕方は分かるね。こうやって、なしかな、できるだけなんか。できるだけもうまっすぐやる。こうしたら、それをもう一回、もう一回。そうそう、だから、さっき言ってるけど、こう、メーってして、正面を感じたまま、ここからで、ね、で、これでまあ、いずれこれも外でやりたいけど、このままこれレベルでセンター今取ったつもり、はい、取ったつもりで、これ真ん中よ、ここからちょっとだけ、ちょっとだけこうするんだよ、左の側屈ちょっと入れると、スタンスの向きよりも肩の方がちょっとオープンなのね、はい、こっちのカメラが映ってると思うけど、ここからスイングすると面白いことにこれあっさりフェードするフェード、そうで、ここ真ん中こう取るよね、で、ここから今度は右の側屈ちょっと入れる、そうするとこのスタンスよりも肩の方が右向いてるわけよ、はいはい、でここからスイングするとあっさりドローで、うそー、いやいや、なんか見えない、見えるよ、見えるけど、わざとしてない、してない、え、ほんと、ちょっと打ちやすいもん、これ、本当に打ちやすいな、そう、落ち際だけ軽く、気持ちいいぐらい軽く曲がる、でもこれがだん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 どうなってくるかっていうと、このもう自然やけど、このあくまでもセンターっていうある程度ね、正面がここですよっていう基準があって、それを多少動かしてドローやらフェードやらって決めてるときはビシビシ決まる、でもそれをやらないでどん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 最近ドローが決まるようになってきた言うてボーってもうね、なんかもう喜んで練習してると間違いなくこっちの方に連れてくる。めっちゃハイドローが打てるようになってきた言うとね、ここまでずれたらもう本当は打てへんけど、こっちの傾向いくよってこと。で、最近フェードが決まるようになってきたら間違いなくこっち行ってるから、そう、だからそれはね、本当に両方を過ぎたらいかんから、本当に調子がいい時っていうのはできるだけセンターがきっちり取れてて、はい、で、センターで練習してるつもりが、ちょっと持ち球をドローにしたいのよねっていう時に、若干、こうなのよ。ちょっとフェードが、最近はフェードで行きたいのよねって思う時に、若干、こうなのよ。おお。そう。もう本当にね、この程度、ドロー、だってドローフェードって、ほんまや、ほんまちょっと。落ち際だけ、キュッ。キャッっていう話でしょ。だからセンター、そう、要するにこうレベルに、骨盤がレベルに動くっていうのは、もうそれぐらい大事。で、前回ぐらいに、カモメって言ってるけど、はい、この絵になったらカモメ無理やで。無理。こうなってもカモメは無理です、もう。無理ってなるから。だから、カモメの感覚で、ドライバーでね、うまくなる、振り遅れを防ごうと思ったら、カモメの感覚が大事って言って、で、こう、レベルでセンター取ってくれみたいなこと言ったけど、はい、本当に、
レベルでセンターの感覚があると、ちょっとだけこうしてここでカモメってやってると、ピョンってフェードになるし、レベルでセンター取っといて、ちょっとだけこうしてここでカモメってやっておくと、ピョンってちょっとだけ取る。それはね、もう意識しとるの側屈だけ、カモメだけ。え、ちょだってフェードや、ちょっと右側屈、ちょっと左側屈って。あのアドレスで、うん、だってアドレスじゃ、そのアドレスは今これセンターやろ。センターでどっち側屈もないじゃん、うん、ね、うん、フェードの時はここで何するのって言ったら、ちょっとだけキュッて左側屈入れる、うん、ちょっとで、ちょっとやろ、うん、ちょっとだけ左側屈入れる、うん、そしたらこうこっちのラインに肩が向くから、はい、うん、でここでちょっとこうアウトサイドインのカモメになるわけよね、うんうん、でそこでこうアウトサイドインのカモメをしてやろうと思うと、フェードの時の当たり前の初めからこっち向いてんねんから、うん、早く腰は切れんねん、はいはい、でドローの時の方が最初からこっち向いてんねんから、ちょっと残るじゃん、当たり前やから。うんうん、そうやね。そうで、何が言いたいかっていうと、今日言いたいのはレベルであるっていうことが、このさっき話を戻すとね、比較的コースに出た時にラインへの対応が良くなるよって言いたい。どっちの方が得意とか不得意とかっていうのが出てくると、例えば、そういうこと、そう、ドローが持ち玉で、それは普段から高いドローが欲しいからドローを持ち玉にし、そうなってくるとつま先上がりから距離が落ちるって言ったじゃん。つま先下がりはいいけど、はい、そ極端に出てきたらさ、うん、人間のすることやもん、なんぼ距離がつま先下上がってきたから距離出えへんからって、2番手も3番手も上げられへんで、こうやってせめてそれを、その誤差を1番手ぐらいで収めたい。だから今日も本当に内容としてはもうある程度ゴルフね、はい、極めていこうっていうか、うん、そういう人向けの動画ではあるけど、うん、でもね、アプローチなんていうのはさ、うん、もう初心者からまあプロゴルファーまでっておかしいけどね、うん、アプローチのさえがなかったらスコアメイクなんてできないじゃん。でそう思うと、よくこうあんまりこう俺普段から言わないでしょ、こうまあなんかこうオープンにしといて、ボール右に押しといて、小物のこう、これをキープしたまま、うん、なんやったらこうやって出してけみたいなのって言わないじゃん。あれなんでっていうと、もうあれやると、どんいいアプローチが一番練習しなきゃいけない部門でしょ。うん、でそれを一生懸命練習しちゃうと、もうどん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 こっちにずれるのよ、体が。はいはい、ずれる。ずれる。だからあんまりこうやってほしくなくって、俺普段から極力アプローチもオープンスタンスとかするなんよ、はい、なんてほとんどまっすぐに構えといて、はい、なんやったらちょっとボール右に置いとくぐらいで、はい、できるだけレベルで左右対称で打っていけって言ってるのは、はい、本当に一番練習しなきゃいけないところをわざわざラインをずらしてほしくないんだよ。アプローチほどさ、うん、フェースもさ、こう開いてるとか極端やから、うん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 、で飛ばさんでいいじゃん、うんうんうん、ってことはあんま球も極端に散らへん。そうだね、近くでいいんやから、うん、であんだけ開いてるものを誇張してやってしまうと、うん、他のクラブにそぐらい影響出てくるやん。そういうことなのね。そう、その延長でどん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 長くなってるし、どん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 フェース立ってくるから、そんな現実だったらあかんよねって僕は普段から思いながら打ってる。だから本当にこう今回は一応レベルターンっていうことで話を進めさせてもらってんねんけど、もう富士山ゴルフ流で言うなら、ドライバーからパターまでカモメのイメージが取れなくなった瞬間、カモメでは打てないって思い出した瞬間、レベルの度が超えとるったらおかしいけど、レベルには相当離れていったところに自分がいるっていう、そう、一つの判断材料にしてもらいたい。それでドライバーだけは僕がおかしい。そう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 、そういうのあると思うよ。だから そんなもん全然
ないの、うん、何々だけ。そう、よくこう今でもね、例えば思わず言ったけど、ドライバーだけとか何々だけどうなんやけどっていうのがあるっていうのは本当に良くない状態で、条件として大事なのはいつでも何を打つ時でもここにちゃんとカモメがいますよっていう、こうアプローチから、サンドウィッチやね、サンドウィッチのこのアプローチ、オープンにしたりクローズにしたり、ボール右に置いたり左に置いたりしてないよ、はいはい、真ん中に置いといて、ここでカモメ7番アイアンに至るまでって言ったらおかしいけど、もうどんなクラブに至るまでも全部大事なのはここからスイング中にこのインパクト、はい、うん、エリアがしっかりカモメっていうイメージが取れるかどうか、パタパタ、こうパッティングに関しても、まあパターだと本当にこうなんていうのかな、こう映りにくいけど、アドレス取ったらパターしかり、こうやってカモメでやると頭残るじゃん、うん、だからよくアマチュアの人であるのはこう、こういう流れそれ、まあ、まあ少ないけどまあでももうあかん時はね、うん、あとなんていうのかな、こうちょっとこうボールをこっちからこう、はいはいはい、こういうのもよくあるじゃんね、はいはい、うん、これもうそうならなきゃいけないみたいになってた時っていうのは、うん、もう本当にこのレベル、はい、水平っていう感覚が相当自分の中から抜け落ちてる時だから、もうドライバーからパターまで全てここはお父さんカモメですよっていうもうこんなお母さんが分からないカモメの子からちっちゃいちっちゃいカモメ、カモひなやねもうひなカモメからやなもう親カモメがドライバーやなぐらいのつもりで本当にやってみてください。レベルじゃない人はカモメがのイメージが取れない。はい。